2軍降格後初先発となる中村優太が7回を投げ4安打無失点8つの三振を奪う好投を見せた。ストレートの平均は140キロながらもキレのあるストレートに同じ球筋から変化するカットボールを織り交ぜ各打者を打ち取った。ただ中村はストレートカットボールに頼りすぎたと反省、一軍に上がるためにはその他の変化球のスキルアップが必要だと説いた。試合は初回先頭の大森がスリーベースヒットを放つと2番矢野のタイムリーで1点を先制、その後両軍得点のないまま迎えた7回、先頭の桑原がヒットで出塁するとエラーとバントでワンアウト3塁のチャンスを作り、そして続く矢野がセンターに犠牲フライを放ちリードを2点に広げた。8回9回は今村一岡がそれぞれ登板、双方ピリッとしない投球もなんとか無失点で切り抜け2対0で中日を下した。この日の先発は岡田。初回制球が定まらず2本のヒットとフォアボールでノーアウト満塁のピンチを招くと犠牲フライとタイムリーであっさり逆転を許す。2回は三者凡退に仕留めるも3回、先頭にフォアボールを与えるとツーアウトからタイムリーを浴びた。その後6回までは無失点ピッチング、7回にエラーとフォアボールでピンチを招き連続タイムリーを浴びたところで後を田中に譲った。味方の守備に足を引っ張られた側面もあるが全体的にストライクとボールがはっきりし次回登板へ課題の残る投球となった。一方野手では矢野が4試合連続安打をマーク、その他でも進塁打ありフォアボールあり攻守あり一塁から二塁へのタッチアップありと総攻守で躍動した。またいずれの打席も追い込まれながらのバッティングで粘り強さも見せた。矢野はチームが勝つためにできることをしていると自身のプレースタイルに言及、フォアザチームの精神を胸に一軍再昇格を目指す。試合は2度先行されるも6回に松髄が同点タイムリー、3点ビハインドの8回にはメヒアの1点差に迫るツーラン、そして最終回は4点差から2点差にまで詰め寄るなど好調の打線が粘りを見せた。しかし後半の失点が響き7対9で中日に敗れ連勝は6でストップした。前回の登板でパーフェクトピッチングを披露した中村恭平と薮田が今日は揃って4失点。中村はストレート変化球ともに甘く入ったところを痛打され、薮田は許したヒットフォアボールすべてが左打者だった。高二軍監督はもっと安定感が欲しいねと両投手に対して反省を促した。打線は中日投手陣の前に三者凡退が5回と元気がない中で今月18日に登録抹消となっていたメヒアが一人気を吐いた。4回フォアボールの矢野を一塁に置いて2試合連続となるツーランをレフトスタンドに放った。一軍では打率9分1厘と超低空飛行だったメヒアだが現在は打率3割8分1厘と2軍の帝王ぶりを遺憾なく発揮している。メヒアは捉えることだけに集中している、今は結果を出し続けるだけだと一軍再昇格へ2軍からの巻き返しを誓った。試合は初回の失点が重くのしかかり2対8で中日に完敗、順位もその中日と入れ替わり3位に転落した。本日の動画が良ければ評価を、チャンネル登録がまだお済みでない方は登録をよろしくお願いいたします。